こんばんは、インディビングです。今日はちょっと風邪をひいてしまったようなので、卵雑炊を作っていきたいと思います。はい、できました。風にはポカリスエット。いただきます。
薄味にしたのはしたんですけど、お塩を忘れてました。実はいちごを買ってきました。いただきます。このいちごは味っぽくなる前にスーパーの、特売の日に行ってきたんですけど、いちごが特売だと思って買いに行って選んでレジに持って行ったら、持っていた値段と違って、後にもう一回売り場に戻ってみたら、右側にあったのはその特売の価格のいちごで、そのすぐ左にあったのが普通の違う種類の定価のいちごだったんですね。その定価の方を選んでしまったみたいで、同じいちごなんですけど、美味しいんですけど、ちょっと家に帰ってしばらくへこみました。こういういちごで、その後すぐ風邪っぽくなったので買っておいてよかったです。
さまでした。作り始めた時は夜中だったんですけど、今見たら6時半になっていました。おはようございます。ということで、今回は卵雑炊を作って食べる動画でした。見てくださってありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。